皆さんこんにちは、桜井の水田です。今日は牛肉を使った昆布締めをやります。普段お店でやっている料理なんですけれども、お店で料理人の方がお店で作るのは、まあ、あのお店の器具があるんでできるんですけど、まあ、今日は家庭でも頑張ったら作れるような感じの、昆布締めを作っていきますのでよろしくお願いします。まずあの牛肉なんですけれども、あのこれ三角バラを今日は使います。でそれをですね、昆布で挟みます。まあ、お酒ですね、お酒をかけまして、しっかりとこうお酒がに浸かるような状態で昆布を湿らせます。これちょっとしっかりめにお酒をかけてください、ね、しっかりとかけて、でこれをですねお肉挟みます。こういう状態でお肉を挟みます。でこのチャックのついた袋ですね、これを使いますので、この中にこの挟んだお肉を入れます。まあ、お店でしたらここで真空調理器を使って真空にしたりとかできるんですけど、家だとまあそこまでできないので、こういうチャック付きの袋ですね入れて、でストローをちょっと差し込みます。でまあストローがギリギリ入るぐらいの隙間を開けといて、吸い出します。でこうするとしっかりとこう真空に近い状態になりますので、でパチッとこう挟んでる状態ですね。でこれをこのまま主管器に入れます。今だいたいお湯の温度が60度ぐらいですかね、このままこう入れていただいて、はい、もうちょい上がると思います。今お肉入れたんでちょうどね60度ぐらいなんです。今の温度が主管器でおかんをつけるぐらいですね。で店だとスチームコンベクションで58度に設定します。はい、だいたい60度から61、まあ2度まで上がらないぐらいですね。でこの状態でしっかり浸かるようにつけてあげます。もうちょい空気抜きます。ね、乗るぐらいの、はい、ね、軽いおもしをして、でこのまま沈めておきます。はい、この状態で、約90分置きます。そうすると、まあ肉の中心までの温度がだいたい60度弱ぐらいの温度になりますので、タンパク質、肉のタンパク質が固まる温度がだいたい55度から58度ぐらいの間ですから、この状態でやると、後で分かるんですけど、生のような状態で完全に火の通ったお肉になりますので、お肉のねこう焼くとか全くの生じゃなくて、もうちょっと新しい食感とか味が出ますので、これはまた後でお見せします。はい、では90分経ちました。お湯から引き出します。こういう状態 で主管器今使ってますけど、主管器がない家庭のが多いと思いますから、そういう時は家庭の炊飯器の保温にしておいて、そこにお湯を張って、でちょっと温度測っていただいて、約まあ65度から70度ぐらいの間になると思いますんで、その温度でも全然大丈夫です。家庭でやるんでしたらその温度で同じ状態にして入れていただいて、で90分保温の状態でしていただいたらちょうどいい感じに火が通りますんで、炊飯器でも代用できます。でお肉取り出します。でこの昆布を剥がします。
剥がした昆布を今度あの鍋に入れます。でこれを炊きます。これ火にかけまして、あの全部汁気がなくなるまで煮詰めていって、その後に最後にポン酢を入れてで炊き上げます。完全にあの汁がなくなるまで炊いていきます。最初の煮汁をほとんど煮詰めてからポン酢を足して、でさらに煮詰めた状態ですね。もうほとんど汁気がなくなってる状態で昆布にこの残った汁をかけながら弱火で煮詰めていきます。まあ、昆布が柔らかくなって完全に汁気がなくなるまでやります。でこれでもし、ちょっと触ってみて昆布が硬いようでしたら、さらに水足してもうちょっともう一回煮詰めていただいても大丈夫です。で完全に煮詰めてからバットに広げて冷まします。こんな状態ですね。完全に汁がなくなって、で昆布が柔らかくなっている状態です。こういう状態にします。お粥ですねを作って、まあほとんど汁気がちょっと残ってるぐらいまで炊きます。それをこういう裏ごしでごしていきます。この、お米でとろみつけますんで、立て酢を仕込んだりするときもこういうお粥を裏ごしたもんですね。で昔はなんか汁物でもこういうお粥を使ってとろみつけたりとか、まあ、おねば仕立てっていうんですけど、そういう仕事もあります。今日はそのネギをすり鉢で吸って、でそれのソースのつなぎですよねにします。こういう感じで、これをこうですね、こういう感じ。こういう状態です。裏ごしたおかゆですね。それでは、ネギですね。一回刻んでおきます。刻んだネギをすり鉢でこう吸ってきます。青ネギ不思議なんですけど、こうすり鉢でするとニンニクのような香りがするんですね。だからお肉と非常に相性がいいんで、ちょっとこういう香りだけの、まあ、色合いも綺麗ですし、香りとしてのソースですよね、これが。でここにお粥を入れます。もうちょっとですね。
感じですりつぶしまして、でこれ裏ごしてソースいきます。でこれを裏ごします。これあのすり鉢が家になかったら、その何ですか、フードプロセッサーというかね、なんか今いろいろ出てますからね、そういう機械使っておかゆとこう一緒に合わせて潰していただいて、で家だったらもうそのままでも十分です。あのこんなこす必要ないです。お店なんでこういうこしたりしますけど、別にこさなくてそのまんま綺麗に潰れた状態でソースにもなります。この状態になるとこういう感じですね。こういう感じの綺麗な緑色のソースになりますね。こういう状態ですね。これがソースになります。であのお肉をカットしていきます。あの完全に火が通ってるんですよね。あの生のように見えるんですけど、完全に火が通った状態になっております。こういう感じですね。あんまりこういう状態で食べることないと思うんで、あのサシの入ったお肉をこういう生に近い状態で食べるってあんまりないですし、あのユッケみたいにするんだったら赤身ですし、霜降り状態で、この脂の甘さっていうんですかね、すごくしつこくなく甘く感じられるんで、ネギのソース、これも普通にこう焼いて、で香りですね、おじその花を。出来上がりです。出来たてはね、そんなにちょっと火が入ったような色なんですけど、置けば置くほどこう赤くなるんで、生っぽいですけどもう完全に火が通ってます。で昆布は他のお店では昆布を普通の魚の昆布にするみたいにしてこう締める店あるんですけど、加熱しないと昆布のその何ですか、ヨードコみたいなこう海藻の香りがついてしまうんですよ。それが肉と合わないんで、で昆布出し取る時の抽出温度は大体60度なんで、その温度で香りを飛ばして旨味を肉の中に入れてあげるとすごくこういい状態で味が入るんです。であんまり他でこう味わえないような食感というか味というか、お肉の新しい一面の味ですね、これが。